これを打つにはどうしたらいいかっていうと、バットは絶対に下から出します。今の主流の勝ってるピッチャーはフォーシームをほとんど中心に投げてます。そのぐらい日本のピッチャーの精度っていいんです、コントロールって。江川卓の高され、メジャーで活躍する投手とはというテーマで、メジャーで活躍した投手とかしている投手に関する共通点とか、まあ、どんな特徴があるか。メジャーのピッチャーはですね、今だいたい100球をめどにして、メインのボールはツーシームっていうことになりますね。メジャーで最近皆さんがよく、まあ、気づかれるっていうか、気がつくのは乱闘が少ないなって、昔いっぱいあったのに乱闘なくなったなっていうのは多分思われてると思うんですけど、これは非常に中南米からの選手がかなりメジャーリーグ増えまして、言葉が英語じゃなくてポルトガル語だったりスペイン語だったりするんですけど、なかなかそのチームプレーっていうのがなかなかできなくなりつつあるんですけど、そんな中でやっぱりインコースのストライクゾーンをストライクに取ってしまうと、向こうの教え方っていうのが速いボールを投げるっていうことが主眼なので、あんまりそのなんて言うんでしょうね、ベースのまあ真ん中を狙いながらボールを落としていったりスライドさせたり、まあ、ちょっとシュートかけるっていう教え方をしているので、インコースはどこかにコントロールよく投げるっていう感覚はあまりないんですね。インコースに投げた時にコントロールはあんまり重視して投げないものですから、バッターに当たってしまった時にどうしてもそのいろんなことがあって乱闘が起きるっていうことがあったので、メジャーリーグで競技してインコースのストライクはあんまり取らないようにしましょうと、まあ、ボール1個ちょっと外にずらしましょうっていうことが実は協議されたんですね。それでストライクゾーンは1個外に外角に、まあ、右バッターだったら外側のストライクゾーンがストライクってことになって、左バッターも左が少し広くなってるっていうのが、まあ、一応ストライクゾーンとしての今のメジャーリングですね。で、まあ、ツーシームですから落ちるボールが多いので、まあ、大谷選手見て分かるようにボールが落ちてくるわけですから、レベルスイングで打ってたんではボールは全部内野ゴロになりますので、これを打つにはどうしたらいいかっていうと、バットは絶対に下から出します。下から出してボールに対して正しく当てていくっていう、まあ、いわゆる皆さんご存知のアッパースイングっていうのは今主流になってます。したがってこれ最新情報というふうに申し上げていいんですけど、アッパースイングのバッターが主力になってホームラン40何本という選手がみんなそうなので、今20勝近くしてるピッチャーはフォーシームを投げてます。わかりますか？ボールが落ちるボールを投げる選手がいっぱい、ほとんどの選手が投げるので、バッターは全員がアッパースイングになって打ってるので、勝ってるピッチャーはその先言ってフォーシームってボールが落ちない、いわゆるまっすぐ行くんですね。バットが下から出るからこれ全部空振りになるので、今の主流の勝ってるピッチャーはフォーシームをほとんど中心に投げてます。でこれはまあ私はこれ喋っちゃったのでこれが伝わると思います。多分伝わるんですね。はい、メジャーにも伝わって逆輸入って言うんですか？だからそういうことが起こるかもしれないですけど、まだみんな意外に気が付いてないので、まあ、しばらくは今のままいくと思いますけど、いずれまた、フォーシームが増えてきて中心になってくると、レベルスイングにバッターが戻ります、はい、そうすると少しホームランの数が少し減って打率が少し上がっていくということになるということが想像されるので、そういうふうにご覧になっていくとちょっと面白いかもしれないですね。日本人でメジャーにこれから行って活躍するとかそういう可能性があるならば、フォーシームがいいですね。今のだったピッチャー、そうですね。でもフォーシームでも相当速くないと、何が違うかっていうと身長が全然違うんですね。僕はアメリカ、まあ、行ったことがあるんですけど、183で3センチだったんですけど、その頃もうすでに188とか9、まあ、190までなかなかいる選手いなかった。188っていう5、6センチ大きい選手が主流だったんですよ。やっぱり体が大きい分すごい球は速かったんですね。僕のボールはどのぐらいの評価だって聞いたら、まあ、レギュラーだという、結構速かったんですけど、それでも彼ら曰く、いよレギュラーってみたいな言い方をされまして、そういうもんかと思いましたね。まあ、コントロールは一番良かったんですけど、速さとしてはまあレギュラーだと。一応なんか、100マイルって言われたことはなくて、なんとなく彼らが僕のことを言ってたのは95マイルって言ってましたよね。150キロぐらい。そうですね、95でしたからね。95ですから、95 or 96って言ってましたから、150前後という評価だったんでしょうかね。江川さんがアメリカに行った理由で、アメリカに行った理由ですか、
日本でちょっとごちゃごちゃしたからですね。まあちょっとアメリカ英語を覚えたかったのでそういうのはあったんですけど、ちょっとあることはいろいろありましてね、まあ、いずれ話すこともあるでしょうけど、まあ、ウィキペディア見ると出てくるかもしれないね、いろいろね。40何年か前の話ですけど、それでアメリカ行って、まあ、日米で行ってましたから、あまり行くことに抵抗はなかったですけど、まあ、アラスカまで行って3ヶ月やりましたから。でもアラスカサマーリーグっていうのが面白いんですけど、ちょうど6月から9月ぐらいまで、向こうはあの6月から9月も休みなんで、その時にアラスカに行って野球やるんですけど、そのアラスカに行く選手っていうのが、これからメジャーに選ばれるであろうトップの選手ですね。そのトップの選手と、ちょっとメジャーリーグにいたけど、ちょっとメジャーリーグから落ちたっていう選手が、4つの企業がアラスカにあるんですけど、石油会社って鉄道会社って、そこがみんな呼んで、来てくれっていうことで呼んで、そこで夜、皆さん仕事終わった後に 見るんですけど、そこで試合をするんですね。学生たちは昼間バイトをして、夜試合を見せるんです。で、僕は仕事をするビザは持ってないので、昼間は家族になった家族の庭仕事をして、お手伝いをして夜試合してたっていう、貴重な写真が出てくるかもしれませんね。はい。多分日本人はまだ一人だと思いますけど、多分。後にいないと思いますけど、今日本企業はなくなっちゃったので、当時はあの、ヨーロッパに行くとき乗り換えが、成田かな、ね、成田、アンカレッジで、アンカレッジ一回経由しないとダメなんですよ。アンカレッジで経由して、アンカレッジからヨーロッパ行ってましたから、ダイレクトで飛べなかったんですね。で、アンカレッジに日本航空とかそういういっぱい会社があったんですよね。そういう人たちも見に来られて、何人かとも仲良くさせていただきましたけど、で、その何人かの、その来てる中の何人かがメジャーリーグ行ったわけですよ。で、僕は日本帰ってきてまだぐちゃぐちゃになったんですけど何人かはメジャー入ったっていうメジャーに行こうと思えば行けたんです。ああ、それはちょっと話していいかどうかわからないけど話しちゃうけど、あのお誘いはあったんですよね。なんか球団名とか。球団名はね、ブルーの帽子になんか L って書いてあったな。LD ですね。LD ですか。赤じゃなかったですね。A じゃなかったの。青。2個しかないです。2個しかない。わあ、いっぱいあると思ったの。2個しかない。2個しかない。そうですか。ロサンゼルスに2個しかない。驚きましたね。赤じゃない方ですね。ちなみに江川さんがメジャー行ったら何勝ぐらいするの？わからないですね。これ落ちるボールは持ってなかったのでね。どうなんですかね。その後で野茂さん行きましたからね。あ、同じチームか。大活躍しましたからね。どうなんでしょう、分からないですね。どのぐらい勝ったか。まあ、10勝ぐらいはできたかなとは思いますけどね。分かんないですね。全くその想像ができない。アラスカリーグはの感じはどうですか？アラスカリーグはね、2勝2敗でした。4回投げて、2勝2敗。最初2回負けて、分かんなくて、で、あ、こんな感じかって、あと2勝かなんかしたと思います。確か2勝2敗で帰ってきたと思います。4回投げたと思いますね。3ヶ月の間に。逆に、江川さんが見て、あの選手だったら、メジャーで成功してたんじゃないか、みたいな話してました。日本の選手？日本の選手。例えば、僕の世代じゃないけど、岩瀬とかっていうスライダーのピッチャー、抑えいたじゃないですか。岩瀬なんかは、多分アメリカ行っても成功してると思いますよ。あのコントロールとスライダーだったら打てないと思うけど。コントロールとスライダーがメジャーで通用したと思いますね。そういうふうに思ったことはよくありますね。だからコントロールがあんまりそんなすごくなくて球が速いっていうのはメジャーでは難しいと思いますね。なんていうか、さっき言ったように身長が大きいから球の速い人はいっぱいいるんですよ。投げてて全くストライクゾーンに来ないけどものすごい速い人にいるんですよ。160キロぐらい投げててストライクは2球2球しか来ないっていう、ストライクかボールか分かんないっていうのはいっぱいいましたから、その中で僕はすごいコントロール良かったので、だ僕はもう試合前に まずバッティングピッチャーやってくれって言われるんですよ。コントロールいいから打ちやすいから、これバッティングピッチャー やってその終わった後先発してましたから、ものすごく打ちやすいんだって。僕のボール回転いいからふわーってくるから、だからよく僕はコーチが投げるんですけど、大体コーチがもう投げてくれって言って、いいよって投げたらって、みんなそれで調子よくなって、バッターはね、そんなことありましたけどね。これからもしピッチャーで日本人がメジャーに行くので可能性があるとしたら誰？いや、もうみんなありますよ。千賀投手だって山本投手だってみんな使えるでしょ。だってみんな言ってるじゃないですか、菊
菊池雄星も言ってるし、マイケンも言ってるし、あ、今言っちゃう、マイケンさんも言ってるし、向こうでみんな通じてますから、そのぐらい日本のピッチャーの精度っていいんです、コントロールって。だからみんないけると思いますよ。でもみんな活躍できる、できます、はい、できます、できます。だってそれはオリンピックでも世界一になったぐらい、それだけやっぱり表してますもん、日本のレベル高いっていう。向こうからなかなかいいピッチャーって来ないじゃないですか。抑えでいっぱいいるけどね、早い人は。先発でいないじゃないですか。向こうから日本に来て先発で活躍してる人いないでしょ。抑えはいっぱいいますよ、スアレスとか。抑えはいっぱいいるけど、いないでしょ先発って。それだけ長いイニングいいピッチングできる人いないんですよ。球速いから抑えはできるけどね、あの長いイニングは投げれないんですよ、コントロール力は。だから日本のピッチャーは絶対良くなります。高いところで作業されている皆さん、本当にあの大変だと思います。僕は高いところはあんまり得意ではないんですけども、本当にいつもすごいなと思いますけど、そんな時、ふとこのチャンネルを登録していただいて、少し落ち着いて、見ていただくとありがたいと思いますので、本当に気をつけて、いつもお仕事をしてください。で、この番組見てチャンネル登録していただいて休んでいただければと思います。